日本東京都大田区、千鳥千鳥は東京都大田区の町名。現行行政地名は千鳥一丁目から千鳥三丁目。郵便番号は146-0083。大田区の南西部に位置する。地域北部は九ヶ原、南九ヶ原にそれぞれ接する。町域東部は第二京浜を境に池上に接する。南部から 西部は概ね環八通りを境に、下、マリコ、ヤグにそれぞれ接する。町域内を東西に池上通りが通っている。また町域内を東急池上線の線路が通っており、千鳥町駅が設置されている。駅周辺や幹線道路沿いに、商店やビルなどが見られる他は、主に住宅地として利用される。1968年までは、多くが、 長府千鳥町と呼ばれていた区域である。町域内の千鳥町駅もそれにちなんでいる。千鳥2丁目内で現在短冊場になっている外区には1926年から1934年まで慶應義塾大学の総合運動施設があった。1万5000人収容の野球場を備え東京六大学野球の試合が行われた。運動場が 横浜市日吉に移転すると、その跡地に住宅街を整備した財団法人、道順会が1939年に長布千鳥町住宅として分譲し、現在に至る。また、千鳥町駅は1926年の開業から1935年末まで、駅名が境内グラウンド前駅であった。2017年12月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域北部に東急池上線千鳥町駅がある。また、西部からは東急玉川川下マリ子駅が、南部からはその隣の武蔵新田駅が利用できる。町域東端の第2京浜に次の路線の停留所がある。いずれも停留所名は、 千鳥二丁目と池上八丁目である。ありがとうございます。